背景です。今回は高木渉ファームで本塁打王ということで、高木渉選手が2軍でホームラン王を獲得いたしました。なので今回はそんな高木渉選手の2軍での活躍を振り返りながら、来季以降期待することについて簡単に話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは高木渉が2軍でホームラン王を獲得ということで話していきたいと思います。まずは高木渉選手の今シーズンの2軍成績から見ていきます。それが以下の通りです。69試合に出場して打率2割7分4厘、69安打、15本塁打、46打点、三振53個、フォアボール28個、長打率5割3分2厘、出塁率3割4分8厘の OPS0.879 という成績でした。このような成績だった高木渉選手なんですけれども、まずホームランですね、15本ということで、これがイースタンリーグのトップの数字で、2軍では自身初のタイトルを獲得いたしました。まあ、全体的に成績的にも非常にこういい成績なのかなっていうふうに思います。まあ、打率も2割7分4厘で、まあまあ、まずまず打っていますし、まあ、長打率というところがやはりこう5割大きく上回っていて、ここがやはり素晴らしいところですよね。で、OPS に関しても、まあ、0.879、まあ、0.9 近くいっているということで、まあ、ここの数字も非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、高木渉選手なんですけれども、まあ、ご自身でおっしゃっていたのが、まあ、マーティンの打ち方、まあ、ロッテにいるマーティン選手の打ち方をこう参考にして、まあ、ちょっと打撃フォームを今年の途中に変えたんですよね。まあ、それがね、結構良くって、まあ、速球への対応力を身につけて、まあ、その2軍でもホームラン量産につながったというふうに本人も言っていました。しかしですね、まあ、2軍ではやはりこう結構活躍することができたんですけれども、まあ、1軍の方に呼ばれてからなかなか結果を出せずに、まあ、結構1軍の方でも割とアプローチが良くなってきた時からコロナに感染をしてしまって2軍行きを余儀なくされてしまって、で、高木渉選手がいない間に鈴木翔平選手だったり、愛斗選手、川越選手あたりが結構1軍で結果を残すようになって、まあ、なかなかこう高木渉選手に1軍でチャンスが巡ってくるということがなく、そのままシーズンが終了というふうになってしまったんですね。まあ、1軍でも打率1割1分1厘ということでね、ちょっと2軍とのね、差がありすぎるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、2軍でね、しっかりと結果を残すことはもちろん1軍でこう、出場権を得るためにはすごい大事なことですし、まあ、この2軍での成績っていうのは、まあ、本人も自信に変えるというふうに言っていたので、まあ、今後につなげていってほしいんですけれども、まあ、やはりですね、1軍にいた時にどれだけ打てるのか、まあ、っていうところがやはりこう、プロとしてはすごい大切なところだと思いますので、まあ、来季以降はそういったところやっぱり期待していきたいですよね。そんな1軍で結果を残していきたい高木渉選手なんですけれども、まあ、来季こそはレギュラー獲得へということで、まあ、来季以降高木渉選手に期待することについて簡単に話していきたいと思います。まあ、今シーズンはなかなかこう1軍でのチャンスをものにできずに、まあ、苦しんだ高木渉選手なんですけれども、まあ、まだまだ高木選手にも来季以降チャンスは十分あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、まだですね、もちろん鈴木翔平選手だったり愛斗選手、川越選手も活躍はしているんですけれども、まあ、まだまだ1軍でレギュラーっていうところまでは行っていません。なのでまだ今のところライオンズの1軍の外野のレギュラーっていうところは固定されていませんし、まあ、誰かレギュラーに定着した選手もいないという状況になっています。まあ、ライオンズ全体のことを考えると、まだまだレギュラーになれる選手がいないっていうのは非常にこう残念なことですし、まあ、寂しい部分ではあるんですけれども、まあ、高木渉選手にとってはまだまだこれはチャンスだと思いますので、まあ、来季以降も十分高木選手にはチャンスがあるというふうに思います。まあ、ただまあ現状の序列みたいなのを簡単に整理すると、まあ、高木渉選手はやはりこう外野手争いの方では出遅れてしまってんのは間違いないですよね。まあ、今やはりこう一歩リードしているのは、まあ、鈴木翔平選手、愛斗選手、まあ、川越選手、まあ、あとウェルディ選手、金子選手ってところを入れてくるなら、まあ、彼らが今1軍にこう試合に出ているわけなので、まあ、彼らの方がこう結構一歩リード、まあ、2歩ぐらいリードしている部分もあるかと思います。なので高木渉選手はね、まだそんな中でも2軍にいるということですし、まあ、2軍で結構結果残したまで呼ばれないということなので、まあ、やはりこう彼らに比べると結構出遅れてしまっている部分は大きいと思います。なので、まあ、来季以降こうやってレギュラー争いってところに食い込んでいく、まあ、あるいはもうレギュラー獲得ってところを狙っていくためには、やはりこう今出遅れている分をなんとか補っていくような活躍をしていかないといけないんですね。なので彼らと同じようなこう活躍を1軍やあるいは2軍でしてしまっていても、まあ、まだまだこう彼らに追いつくことはできないし、まあ、彼らを超えていくことはできないと思います。まあ、首脳陣の信頼だったり評価を得ていくためには、やはりこう突出した彼らよりもっともっと大きいアピールをしていかないと、やはりこうレギュラーだったりとかレギュラー争いってところに食い込んでいくことはできないと思うので、まあ、とりあえずシーズンも終わって、まあ、来年の動き、まあ、高木渉選手はまだクライマックスシリーズもしチャンスがあるのであればしっかりといつでもできるように準備はするということなので、まあ、まだ残りのシーズンもしかしたらクライマックスでもチャンスがあるかもしれないし、
まあ、あとはもう秋季キャンプっていうのが始まってきたら、まあ、あとは来年に向けて、とにかく準備していくだけだと思うので、まあ、しっかりと春のキャンプも1軍入れるのか、まあ、あるいは2軍スタートなのかちょっとわからないですけれども、まあ、来年の春からもどんどんアピールできるように、ね、準備していってほしいなというふうに思っています。まあ、とにかく今他の外野陣と比べると、ちょっと差をつけられてしまっている現状があるので、しっかりとこの遅れている分を取り返せるように頑張っていってほしいです。まあ、本当に僕個人的には高木渡選手は、まあ、本当にポテンシャルの高い選手だし、まあ、ライオンズを将来的に引っ張っていけるような存在だというふうに思っています。まあ、そうやはりこのポテンシャルの高さがあるから、まあ、今年も2軍でこのホームランを獲得できたと思うので、まあ、来年こそ本当に1軍で大暴れ大活躍して、レギュラー獲得していってほしいと思います。来季以降の高木渡選手にも期待していきましょう。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter の方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。